井筒和幸のフライ日記。はい、これ積んでくれ。かしこまりました。おい、はい、感じ。はい、梶原です。はい、組本部からです。うん。え、昼の定例会で会ったばっかりだよ。そこは分かった。たま取りやがった親分の。え、和合会だ。頼むぞ。はい、ちょっと。東京行ったよ。え、俺は途中下車だよ。あ、え、おい、はい、来る。こら、逃げろ。何を見た、これ。おい、おい、おい、じゃんけんしようか。組長は一人で行っちゃいました。おら、おい、おい、おい。よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、今後も任侠道に邁進しますのでよろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。姉さん、まな板使ったよ。季節のない町に生まれ、ヤクザはやりきねえとできねえぞ。風のない丘に育ち、家を出て、愛のない人。この大ハードって来月公開するんだぞ。店主の野郎締めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、釣りはやらない、その女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。親分、見てるか。今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが戻る。本当にお前、探すぎちまって。どうするんじゃ。お前、それ見本当だぜ。ゴミ、アフタで結構でもね。欲望の時代を生き抜いた暴れ者たち。これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ブライ市会議員になると思います。手帳席だ。指ないのにね。お、始まりましたね。っていうか寒いね。寒くなったよな。ちょっと急に寒くなんだよな、俺。急に寒くなんだよな、ほら。で、これあっという間にあれかよ、もう年末か。ほんまにね。今年はあれだな、戦争ばっかりね。うん。ウクライナも終わらないし、で、ガザも、これ戦争始まってしまって、これ、取り返しがつかない。
ほんまに取り返しがつかないってやつやね。元に戻れないよな、これ。ガザ地区を、にいるハマスを、全滅させようと思ってるのね、イスラエルはね。だからもう根絶やしにしてしまいたいという。でも、ハマスっていうのは、その、人のことじゃないから、人が寄り集まってハマスという組織を作ってるんだけど、パレスチナの、その自治区の中にいる、その、いわゆる、そのハマスという組織ですよね、そのイスラム組織ですね。で、これを、破滅させ、全部潰してしまうと、言っても、その人間を潰したって意味ないよね。リーダーをこの前ももう日ごとに言ってるよね。この前もいや3人指導者を2人、うん、なんだかアパートだか病院だかの地下のトンネルに潜んでたのをやったと。そのため周りの民間人がガタガタ死んで殺されてんだけど、それでもう大変なことにパニック状態になってて、もう大量殺戮だっつって、もう世界中から今デモが起こって、もう今日もロンドンでもものすごいデモやってたよね。もうとんでもない、30万人だか40万人のデモよね、 今ロンドンでやってるよね。だそれはもう、まあ、パレスチナを支援するわけじゃないんだけど、パレスチナのその自治区の中で起こっていることに対するイスラエル の、あの空爆および侵攻作戦は、これはもう完全なもう戦争犯罪だと。だからもうすぐやめろっていう、こういうデモですよね。だから抗議デモですね、これは。だから何もパレスチナを支援し、ハマスを支援しているという意味じゃないわけね。まあ、何にしろイスラエルの今ちょっとその猛攻が、うん、猛反撃というかね、まあ反撃っつったらまたこれ語弊案だよね。どっちが最初にしてんっていう話になるから、こんなものはもう戦後まもなく、あるいはもう戦前に遡る、第二次世界大戦前に遡らないとこれも話にならないんだけど、だから両方からやり合ってるだけのことであって、どっちもどっちを追い出したがってるか、どっちもどっちを嫌ってるか、どっちもどっちを殺したい、憎んでるわけね。で今ハマスっていうものをぶち壊滅させたいと思って、今最後の作戦だっつってバンバン、もう南から北から西からもう全部この総攻撃でやってんだよ。まあ今なんか人道的に休止だとか、なんかわけのわからない言葉を言ってたけどね、人道的休止もヘチマもないだろうって言うんだよね。そんな言葉しか出てこないのかよってのはね。まあ英語では、なんだヒューマニックポーズって言ってたね。わ、ポーズって、ポーズって、すごい英語やね。ポーズだね。止めるってね。で、これをさ、停止と言わずに、まあ、一時停止って意味やね。まあ、日本語で言うと、カセットにあるよね。ポーズ。一時休止という。どういう、まあ、一時休止も何も、いや、もうやめるか、やめる、やめろよっていう話だけど、だからその、まあ、パレ、その、話すのに、人間たちを、組織として潰すと、壊滅すると言ってるけども、イスラエルの目的は。でも、ハマスっていうものを潰しても、ハマスっていうのは思想だから、うん、思想のイデオロギーなんですね。イデオロギー集団の持ってるイデオロギーのことだから、ハマスの組織っていうのは、だからそのアラブのその組織自体は、そんなの、そこのガザ地区のいるやつらを潰したところだところで、必ずその思想っていうのは潰れないわけですから、うん、こうずっとこれ引き継ぐ人間がどん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 出てくるわけで、だから今壊滅するって言ったところで意味が違うんだよね。だからそういうことよりも共存するということを考えることを誰しも望んでんだけども、イスラエルはもう共存したくないんだよね。
共存させたくないっていうかね。まあ、これはもちろんハマス側も共存したくないんだよね。要するにイスラエル、ユダヤ系ので作られたその、うん、イスラエルという国をもう出て行ってくれと。でパレスチナの人間たちは出て行ってくれと。もう両方はこう言い合ってる、やり合ってるっていう。共存って知らないのかね。まあ隣に嫌な人間が住んでたってさ、共存してるだろ人間ってのは。なあ、いやもうちょっとさ、三軒隣にうっとしやぞんねん言うたってさ、まあまあ別に適当にさ、まあ別に挨拶する気もなきゃ、まあ黙ってさ通りすがっとけばいいわけでね、え通り過ぎて十分人間では生活できんだけどね、暮らせんだけどね、別に そいつが何かわけのわからないことしださない限りね。でこっちもそれで、まあ、例えばね、石投げるとかよ、あるいはなんかちょっと悪さするとかね、そういうことするとさ、それは向こうだって怒るし、だ どっちだって怒るわけ でそういうことさえせずに、まあ適当に、まあ、無視するっていうわけじゃないけども、まあ要は例えば横、まあ4軒隣に八百屋があったら、八百屋に買いに行くのはどちらの人間も買いに行けるわけだから、別に八百屋で顔合わせても、ああどうもとかぐらいの挨拶でいいんじゃないですか。そんで全然人間っていうのはそうやって住み分けてきたわけで、もっと言えば別にどうしても嫌ならその八百屋を潰すんじゃなくてその八百屋に行かなきゃいわけで、うん、でそりゃそんなもんやろ。いやこの八百屋行くとね、あいつと会うから嫌やねんっていう人間もそりゃいっぱいいるわけで世の中にはでそうしたらどっちかがどっちかでまあええわやつもいればねえ、いやもう違うとこ行こうかとかね、そういうことなんですよ。まあ、そうやって人間っていうのは生きてきたわけだよ。それが文明だ文明がそれでいろんなところへ飛び散ったわけですね。飛び散ったというか広がったわけね。文化が広がったんですね。よそ行ったんだからね。もう一番わかりやすいのはあれか、まあヨーロッパからアジアに向かって歩いてきたやつらが、つまり人類やね、歩いてきたやつらが、いやもうこれ以上いかんやろと思ったけど、まあこんなとこでもまたこんなとこでこいつらと住むのうっとしなとか、まあいろいろあったんでしょうねバーッとこのねアラビア半島のあたりから、もちろん元はアフリカだろうけどね、アフリカからは北に登って今の、エジプトからあれですね、シナイ半島に渡る、そこの、まあ、真ん中に紅海って、まあ、ありますけども、ここを渡ったんだね昔、うん、最初に渡ったやつらはね何百人かだったらしいよ、うん、人類史上初めてアフリカから出てきて、まあ、要はアフリカの赤道あたりに、赤道直下ぐらいにこう生まれた人類、うん、人やね、人的なやつらが人の原型がですねまあここでちょっと暮らしてんのもちょっと辛いなと、暑いからね、でもうすぐ死ぬしね、でライオンおるしね、ライオンおるわワニおるわね、むちゃくちゃやからね、そらこういうところよ、違うところ行こうじゃないかって、これ人間って動くんだよな。それでこう別天地を求めて北に移動した。で今のエジプトやね、エジプトの先まで行って、そこからあ海かと、あ半島あるやないか、で渡れと、うん、渡ろうじゃないかっつって、それで渡ったの。何百人からしいね、最初に渡ったのは。まあそりゃそうでしょ、それぐらいしかいなかったんだろうと思うよ、当然だよね、うん、毎日何百人渡ってたわけじゃないからね。
人類の最初だから、まあ、いわゆる、まあ、ホモサピエンスという種類ですよね。でこれ渡ってそれでこのトルコの要するに今揉めてるガザとかいわゆるあの辺をぐちゃぐちゃ通りながら、いやこんなとこ砂漠ばっかりだしおい大変かな、荒れ地だしこのたまらん、まあ、だって石油なんか関係ないわけだからね当時は。あれ石油が出たからこれみんな居座ってるだけで、あれ石油出なかったらどないなっててんって話だけどね、うん、石油が出たからあれぐちゃ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 あそこで揉め合いが起こったわけ。そう解釈した方がいいと思いますけどね。石油に何の価値もないものならば、あれが石油があそこには人が多分そんなにはいなかったと思うね。ここで羊飼いしてるのが関の山で、みんなあれもともとは羊飼いの種族というか部族というかそういうグループやからね。これはもうアラブ人であろうがイスラム人であろうがユダヤ系であろうが何人であろうが、あこにいるこう民族、まあまあ分け方が難しいけどね、言葉の違いだろうね、何十という言葉の違いのこう部族種族がぐたぐたいたんだよね。でもまあ そんなこと言ってる場合じゃない。そんなことよりも最初の人類はそこからさらにトルコを伝ってまたこう海とかいろいろ渡って、もう湖もみんな渡って、それでヨーロッパに広がるんだよね。ヨーロッパにはねネアンデルタール系の人間がいたんだよね。ネアンデルタール人がいたんだよね。でそれとまあいろいろまあね、まあそれは殺し合いもしたし、まあ正体持ったのもいるやろねっていう感じよね。混ざり合ってますから、まあ要は最初はうっとしかったやろね。それは種族が違うわけだから、種類が違うわけ、人類の種類が違うわけだから。ネアンデルタル人っていうのはちょっと前の種族、人類になるのかな。ホモサピエンスよりもちょっと前か。でこの結構屈強なやつらですね。そのネアンデルタ人とまあ交配したというか、まあまあまあ仲良くやったやつらもいるでしょうね。まあまあ仲良くやったっていうか、まあ暴力的に押さえつけたっていうにの方が近いかもわからんけどね。でそれしてまあまあ根血になって、それでいやもうこんなまたヨーロッパのこのまたこの荒れ野で暮らすよりはもうちょっとこっちへ行こうかとか、あるいは仲違いが起こるんで、まあちょっと隣にいるのも鬱陶しいなということでまたこう動き出すんですよね、うん、それはそうですよ。それは共存なんでなかなかできないわけだから、それはあの鬱陶しいなと思えばよそへまた移動するんだよね。それでこう中央アジアの方に出てきて、それでこう、まあ、南方からも経由で、それでインドを渡り、こうアジア、ユーラシア大陸にこう広がる、ね、人類は。で、これで終わりかと思ってたら、まだこんなとこにいてんの嫌だし、こんな奴らと一緒にいるの嫌だなって、もうどこかの誰かが、何人かが思ったんだよね。どこかの誰かが何千人ぐらいが、まあ思ったんですよね。で、これがもう、うっとしな、こいつらといるのは、ということで、さらに、北の周りで、アラスカのあの辺りを通って、北米大陸に渡るのね。すざましいこの人類の移動があるんだよ、俺。いや、ほんとすざましいよ。すごいことです、これは。すごいというのはもう生産の生という字ですけど、これも非常に生産だったと思うよね。うん、もう途中で何百人が移動したけども、民族大移動してますけども、一家で移動したけども、まあまあ途中でもうひどいもんだよね。みんなどん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 死に絶えていったんだろうな。でかろうじてアメリカ大陸に渡って、カナダ方面からアラスカ方面からカナダ、それでこう広がるって下に、南下していくわけね。さあどれくらいのね人間がそこでしばらく定住したのか、まあこれはいわゆるアメリカンインディアンというふうになっていくんだろうけどね。まあまあインディアンというのはもともとインド人という意味ですよね。インド系の人間がこう渡ってきて、それでアメリカで、アメリカンインディアンとして
しばらくというかもう恐ろしい年月そこで定住するんだろうね。それが今のアメリカ大陸の最初の種族部族たちですよね。インディアンですよね。アメリカのインディアンの居住区、またこれはアメリカのインディアンの居住区行ってみたいな。アメリカのインディアンの村狩りの暮らしのを突然今度は地球は丸いから当然このヨーロッパから船に乗ってやってきやがったこの白人どもが、まあまあまあコロンブスですよね。コロンブスの前にもそれはもう何人も何百人も何千人も船で、アメリカに渡ってたらしいんだけど、だからコロンブスが最初に発見したわけじゃない。コロンブスはもうまあまあアメリカのフロリダのあの下の方に行ったのは行った一人なんだね、別にコロンブスが最初だったわけじゃない。でこういうまたこれヨーロッパが来た、これ白人種が来たもんだから、これ当然まあインディアンとまあねえ、これは当然占領する、白人種はそこ占領してそこに、部落を作りたい、そこでなんとかそこで、生きたいって暮らしたいって、まあ、これは白人種も白人種でこれまあ冒険でやってきたのもあるけども、要は宗教改革があったんで、これで迫害を受けた、まあ、いわゆるピューリタンっていう、まあ、まあ新しい新教徒だね、この新しいプロテスタントとして育っていくわけですけど、このピューリタン正教徒たちが逃れてというかまあイギリスで迫害を受け、結局は最初はのさばったんだけど、宗教改革のもとで正教徒たちは、ところがまた迫害も受けますから、でその逃れたんだよね。でアメリカに来た。それはもうインディアンと揉めたり仲良くなったりね、ちょっと一杯やろうかっつってね、それは一緒に飯食べたりね、あるいは殺したりね、両方したんでしょうね。あるいはちょっとインディアンのええお姉ちゃんいたら、ちょっと一緒になるやってね、それは所帯持ったかもわからないね。それをしながら、要は白人種最初に到達したヨーロッパの白人たちはインディアンとを、占領し、まあこれ入植してきた人間たちだから、これイスラエルと一緒で、まあ元々からいたインディアンの土地に入植してきたわけだから、これはもうですよね、全く今のイスラエルと同じことだから、これはもう占領していくわけだから、もう問題だらけだよね。でインディアンを追い出される、追い出されるというか、まあ、殺されたり追い出されたりしたんだろうね、当然だ。もうあちこちで戦いがあったらしいね、当然ですね。そして白人種は、西部の方に逆に開拓していくわけよね。開拓していくごとにインディアンと戦っていくわけよね。そこで作られたのが西部、後々の西部劇だね。映画でいう。だからインディアンにとってはもう全くもう、もともとゆっくり暮らしてね、ゆっくり暮らして星見て、まあ、ちょっとパーッとタバコ吸いながらやね、タバコだかハシシだかマリファナかなんか知らんけどやね、パーッと気持ちでやね、まあ、種族で部落で気分よく暮らしてたんですよ、インディアンは。でこれもう白人種がやってきやがったから、これね、で国家まで作ってアメリカいう、まあもちろんイギリスの国家だったけど、イギリスがまず入植して、オランダも入植して、いろんなやつが来て、でその中で結局イギリスのもんになって、でイギリスの、まあ、軍隊がどんどんやってきて、それから今度はアメリカに、アメリカの独立でアメリカのまた軍隊がどん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 これ西部やってくるわけだから、開拓なんてもんじゃないよね、占領ですよ。まあ今でいうそのイスラエルがガザを占領してるのと同じ、
同じことですよ。おいで俺インディアンたまりまへんがな、ね、ものすごい血で血を洗う戦いをしたんだよね。で結局追いやられてインディアンはまあまあアメリカの政府によって軍隊政府によって、保護されていわゆる居留区みたいなところを作られてその地域に要するにインディアンアメリカンインディアン居留区ですねここに、保護されて、そこへ追いやられるんですね。で居留地へ移動しろって言われるのね。これみんな軍隊がやったのね。だからあの五大湖の周辺あたりにねあの居留地がねあるんですよいろいろね。でそのインディアン保護区ですねインディアン居留地保護区がそこへ押し込められたわけだからまあそれがいわゆるまあ今のガザでありヨルダン西岸というふうに考えてもいいくらいなんですけどもそれでインディアンはそこでねその居留区でね一応ね自治政府もあるんですよあれ。五大湖のあのなんか東のどこやったっけな、まあ、詳しくわかんないけどね色恋連邦かなんかいう名前のね、うん、ちょっとなんかウキペディア出てこない色恋連邦とかなんか言うんだよ確かちょっと粋な名前だよないやいや別に漢字じゃないんだけどなんかねインディアンの距離いわゆる居留民居留区で、作られたそのインディアン自治区ですねこれアメリカにあるんですよ。これはねおこれだ色濃い連邦だよまさに出てきたよ。おいおい出てくるもんだね。北アメリカのアメリカ合衆国ニューヨーク州オンタリオ湖あそうかオンタリオ湖だ五大湖のうちのオンタリオ湖の南岸とそれとカナダにまたがった堀内ねまあまあ保護地ですね。これはまあいやだからヨルダン西岸とガザとまさしくそういう感じですよ。そこまあ今その感じまあ似てはいないけどねそれちゃんとしたここはもう色恋連邦っていうのはちゃんとその、うん、部族たちによって構成されてますからだからいわゆるもう国家集団になあの国になってるから。別シックスネーションと呼ばれてるんでね。なるほどね、まあ、多分これ6つの、民族 6つの部族が集まってるからっていうことでしょうねきっとね。6部族で構成されて成立当初は6部族で構成されていたのではなかったとややこしいなまあいやでもまあ何部族かで構成されて今挙句に今6部族シックスネーションズにまあ別名で呼ばれてるとこういうことですね。これ連合体になって色恋連邦というとして知られてるわけです。この連邦国家ねこれなかなか面白いですね。これ色恋連邦はアメリカ独立戦争に巻き込まれてるからねアメリカ独立戦争ガンガンやってる時にイギリスとこれでさらにそうかそうか条約で独立した、パリ講和条約の後で独立したその地位をほぼ喪失してしまったんだこれな。だから完全には独立したしたわけじゃなかったんでこのいわゆるアメリカの独立戦争に巻き込まれたおかげで結局アメリカになってしまったわけですね。だからその中で、パリの講和条約1783年の条約後のなんたらかんたら砦条約ですね。この条約でも砦条約でもって独立した地位主権をほぼ喪失した。だまあ結局は独立国家としては認められなかったわけだね。しゃあないよね、まあ、アメリカのもんだから。だからでもなくなったわけだ。今でもあるんですよこれはね。でそのいわゆる色恋連邦自治区があるんですこれは。これね俺行ってみたいんだな実は。俺は今世界中で一番行ってみたいとこはここなんですよ実は。ガザなんてのは行きたくもないけども、うん、ヨルダン西域もそれはね平和が来たら行きたいけどもちろん平和が来たらガザに平和が訪れたら戦争が止まってもうイスラエルがいかついこともしなくなってとりあえず収まっ
った時に、まあ、その時パレス、ハマスが存在してるかどうかはわからないけど、まあまあでもハマスというのはさっきから言ったようにあくまでこれ思想としての集団ですから、ハマスの人間たちを潰したところ、殺したところで、亡くしたところで、追い払ったところで思想は消えないから、それは延々にあると、さっきも話した通りだけども、いやそれは平和が来たら行きたいね一回、でも怪しいからね、いつ平和がすぐひっくり返って、もう何回となくこれ戦後ももう何回となく中東戦争ってやってきてるわけだから、もう第4次中東戦争があってからしばらくしてからもうでも小競り合いをもういっぱいやっていて、挙句に今回これもう久しぶりにこれもう恐ろしい戦争になったわけだから、これを第何次戦争と呼ぶのかどうかっていうのはこれちょっと後でこれ名付けられるんだけど、もうほぼこれただの紛争じゃないですね、完全にこれはもう戦争なんだ、戦争状態だからね、だから両国家として認めてあげればいいのにな、これ日本はねパレスチナ国家というのは認めてないんですよ実はね、イスラエル国家というのは国として認めてんだけど、これまあアメリカイギリスにべったりだから日本は、なんで日本はね自分のオリジナル発想オリジナルな考えを持てないのかねってこれ不思議で、なんでアメリカに従わなきゃならない、なんでイギリスに従わなきゃならない、お金そんなに借りてんのかって話だよね、貸してる方なんだからね、むしろ何にしろねアメ日本はパレスチナのあのガザの地域きっとその西ヨルダン、ヨルダン西岸、ヨルダン川西岸とあそこの地域を国としては認めてないんですね。ひどい話ですね。まあ、国としてね、認めている国もいっぱいあるんです。これはね、中南米の諸国は認めてます。でこれは今、グローバルサウスとかっていう言い方するけど、まあ、その言い方はどうでもいいんだけど、今の中南米の、諸国はの政府は割とっていうかたくさん、そうだな、全世界中で、まあ、アフリカも含めてだけど、もちろん東南アジアも含めてだけど、世界中でどうだな、パレスチナを国として認めてるのはまあ数十カ国当然あるんじゃないかな、でイスラエルを国としてしか認めてない、イスラエルしか認めていない、そういういわゆるアメリカ日本ですね、これこいつうちらはもうだいたいまあまあそうだね100カ国ぐらいかな、100カ国もいかないんじゃないかな、知らないけどまあ半分ずつぐらいじゃないですか、何にしろいいよ数の問題やね、とりあえず認めてあげろっつうんだよ、だって両方と仲良くしてんだから日本は、だパレスチナは自治区とか言わずにね、まあ要は俺がイロコイ連邦アメリカのイロコイ連邦に行きたいのと同じやから、イロコイ連邦も独立させてあげて、まあアメリカは独立させないですけどね、もちろんさせないあの条約によってねさせないんだろうけど、いやだから認めてやれいいのねと思うね日本は、アメリカやイギリスやフランスの思惑なんかどうでもよくて、ちゃんとパレスチナ自治をちゃんと国として認めてやって、それで、お前ら喧嘩すなと、で仲裁にも間に入るとか、そういう積極的なことをやれよっつうんだよこれね、去年殺された日本の政治家がいましたけどね、この殺された政治家はあれですよ、積極的な外交するんだって言ってたからね、だから本当積極的な外交すりゃいいんだ本当にそうだよ、今のあの岸田のあのボンクラは、まあ、全然そういうことしないよ、アメリカべったりイギリスべったり、ほんまに言う通りだよね、本当に言う通りですよ、飼い犬だから
ちゃんと認めてやって、普通に両方と普通の杯を結んだらいいんだよ、外交を。それで揉めてんのやめろ言うてね、どっちも援助しまへんで言うて、結構日本援助してると思うよ、パレスチナとイスラエル両方と。まあ、イスラエルの方がそれにも援助多いか。まあ、金のかさたかのまあ問題ことは知りまへんけどもね、金のかさたか知らんけどさ、でもいろいろ援助して仲良くしてきてんだから両方と認めてやる。ちょっとなんかメール来てたんだこれ。こんにちは。あ、そうですか。先日の監督さんこんにちはです、先日の、放送ではベトナムに関するメールを読んでいただき大変感激しましたと、ありがとうございました。早速話はベトナムに関するメールあったかな、何かちょっと忘れてしまいました、すみません。あれ、あ、そうだったっけ、ごめんね、ありがとう。早速話は変わりますが、スコセッシのキラーズオブザフラワームーンを見ておられましたら、ぜひ感想を聞かせてください。個人的には、尺の長さは問題だと思いますが、尺の長さってね尺でいいって言うんですよ、うん、映画はね尺って言います、長さって言わずに尺って言いますね。尺っていうのはね、フィート、フィルムをそもそもが、何フィートっていうのに我々は呼んでたから、呼びますから、今も呼んでるんだけど、何センチとは呼ばないんで、フィート、インチで、現場は進んでるわけです。で、全部、距離も全部何フィート何インチで測るんですね。これはもうレンズにそう書いてあるんですね。センチでは書いてないからね。だからそのフィートのことを、1フィートのことを、日本で尺まあ口辺に尺と書くんだけど、これ尺、これフィートですね。ほぼ同じなんですね。だからフィルムの、映画の、上映時間、全体の時間のことを全尺、尺と呼ぶんですね、ごめんなさい、なことはどうでもいい。尺の長さは問題だと思います。そうなのよ、これね、個人的に問題なの分かりますよ、この人。あのね、ほんま長いんで3時間俺見たんだよこれ。その話を実は今したかったんだこれね、まあ、ありがとう。で、歴史の勉強にもなり、そこそこは楽しみましたと。監督がおっしゃるように、確かにデカプリオは童顔ですね。童顔どころかさ、いやなんだか、本当のまあガキ顔だよね、子供顔って言うんだよね。デカプリオはガキ顔で童顔ですね。またどこのシネコンも、ね、見る価値の全くない邦画を中心にロングラン上映されている危機的状況の昨今、いや、いいこと言うねこれさ、昨今、スコセッシ監督の新作が見られるのはせめてもの救いです。おっしゃる通りですけどね、特に有楽町丸の内の東映はくだらない邦画しか上映していないため、そうなの、丸の内東映ってね、今くだらないものしかやってないのか。俺しばらく丸の内東映なんか行ったことないな。あ、この間ちょっとあれか、プロデューサーにちょっと試写見てくれって言って東映行ったばっかりか。あ、そうそう、ごめん、2ヶ月ほど前に1回行ったんだわ。まあちょっと、まあ、今その話すると情けないから、何とは言いませんけど、しんどかったねあれも。何にしろ、建物の前を通るたびに絶望的な気持ちになります監督はこういう現状に どんどん毒を吐いていってほしいです。いや、それ毒はもう吐き倒してますねんけども、何にしろね、俺見たん、いや、このおっしゃる通りなんですよ、これ。浩平さんからいただいてきましてね、ありがとうございますよ、またくださいよ。あのね、いや、ほんまね、この間僕このキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンズ見たの、これ。いや、確かにね、なんで見に行ったのか言うと、それはもちろんスコセッシがどれくらい頭ボケてないのかなと思って見に行っただけで、あとロバート・デ・ニーロがどれほどボロボロになってるかなっていうかどうかわからんのをちょっと気になったんで見に行っただけな。別にデカプリオの動画を見に行ったわけじゃないんです。どうでもいいんです。とにかくマーティンの新作だというので、
行ったんで、しかも一番の理由は今あのさっき話しましたイロコイ連邦じゃないけども、要はあのインディアンの居留区、インディアンの保護区ですね。その保留地の、に、代々住んできた、インディアンの部族ですね。そこの土地とその部族をめぐる話だからなんですね。でなぜそこにそのデカプリオとかあのデニーロがそこへ、まあ、行くかとか押しかけるかっていうのは、いや別に占領しに行くわけじゃない、共存して暮らしてるんですけどね。そこへなぜこうまあ出入りしてるかというと、まあ、デカプリオそれ結婚することになるんだけど、そのインディアの女とね、それは一重に金なんです。でその金の元は何かというと、実はその土地は実は、昔、まあ、その開拓時代だね、1000だから800年代でしょうね、アメリカのいわゆる産業開拓の時に石油が出たんですよ。これね、この石油が出たことによって大変このその地区が潤ってというか、もうそこに暮らすインディアンたちはもう莫大な財産を築くことになるのね。もう本当に黒いダイヤモンド、まあ黒いダイヤモンドは石炭ですけど、黒いなんつうのあれ、いやまあ石油も石炭も一緒だから、まああれだね。本当にその石油が出たんで、ある日突然出る場面があるんだけど、ある日突然出たんで、もうみんな大金持ちよ。それでもう周りの白人たちはびっくりしたわけよ。だってもうそんな土地さ、インディアンたちのもんなんだから、もう決まってんだから、もうこれはもうぶんどるわけにいかないよ。もう殺さない限りぶんどれないよ。あれはうまいこと一人ずつ殺して、でうまいことなんか殺したり結婚したりして、こう中へ財産もらうために入っていくしかないよ、権利をね。財産というか、まあ、権利ですね。石油のいわゆる配分権ですね、権利ですね。なんとか難しい言い方をしてたな、ちょっと。いわゆる採掘権じゃなくて、石油のいわゆる、権利ですね。どういうのがね、そのまあ出るごとに石油をこう、石油を要するに販売できる権利だね。そういうことでしょうね。まあ株ですわね。これをまあみんなインディアンたちが持ってるわけだから、それを狙って欲しさに白人たちがこの忍び寄ってきて、それでいろいろ殺人事件が、起こるという、いろいろ起こってしまうという、こういう話ですね。でその間に立たされたデカプリオはインディアンの、女と、まあ、結婚したデカプリオは、さあこれからどうしていくねっていう風な展開から始まるんですけども、まあこれね、まあまあ今やってますけど、あんまりでもまあ入ってないよね。それはまあこの人はあれですわ、勉強になった、歴史の勉強になった、今その通りなんだけども、僕の歴史の勉強になりましたよ。色恋連邦ますます行ってみたくなったもん。あそこなんかね、なんかいいとこらしいんだわ、なんかね。いやもちろんね、堀内だし保護区だから、あれでしょ、いろいろ観光地にもあってんじゃないかな、多分そこのいわゆる観光名所がいろいろできてるわけだから、インディアンの保護区だから、それはあれでしょ、面白いところがいっぱいあって、風景も面白いし、あれ違いますか、なんかちょっとした町タウンはなかなか、観光にはいいんじゃないかな。
なんかインディアン料理っていうものがどんな料理があるのかなんか知らないけど多分ね、歴史博物館とかもいろいろあるだろうしね、なんかアメリカが一目でわかるというか、なんかいいんじゃないかな、うん、多分レストランもいろいろあって、うん、で自然そのものが残してる風景がこう、ビルなんかそんな建ってるところじゃないからねと思いますよ、色恋連邦は。そんなにビルがガタガタ立ちまくってるところじゃないと思うから、まあまあ、 街の中心はね、それは、まあ、小さいビルぐらいいろいろ建ってんだろうけど、まあでもほぼあれじゃないですか、昔の良きアメリカが見られるんじゃないかな、行ってみたい。でそこで本当にそのこの映画、このキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンっていうのは、このフラワームーンっていうその場所ので起こる殺人劇という意味なんですね。だからまあその3時間半もあるが、これ長い、いや、なんかもう途中でね、俺もしょんべんしたくなってね、どうしようもなくなってね、うん、途中で一回行ったかな、便所にな、うん、行ったような記憶もありますね、忘れましたけど、そうかな、一回行ったかな、もういいかと思ってね、とりあえずね、まあ悲惨な結果に終わるのは確かです。何もハッピーエンドは訪れませんわ。殺人事件がいろいろあったものの、デカプリオもついに、捕まったもんだけどね、そんな話があったと。だこの志村さんからまたいただきましたね。監督さんこんにちは、11月の番組ではホットでシニカルなトークを期待させていただきますと。ホットでシニカルなトークですね、うん、沢尻エリカさんの復帰が決定して、来年に初挑戦となる舞台欲望という名の電車に主演されるらしいですねと。いや、いいことちゃいますか、やればいいと思いますよ。この舞台を選んだのは彼女自身であるのは間違いないね。僕にも今年2月に執行猶予が終わって無罪放免となった日で、みんなでね、無罪放免となった日じゃなくて別の日なんですか、みんなでお祝いしたけどね。だって執行猶予取れ、もう期限満期になったんだから、終了だから、もう晴れて自由の身になったわけだから、でみんなでお祝いしたけどね、うちら身内で。でその時に言ってましたよ、来年ちょっと舞台やろうかなと思ってんだって言って、いやいいじゃない、大いにやれなって言ってね。小劇場なのかなと思ってたら、なんか、ね、欲望という名の電車で、これ昔からあるね、アメリカのまあ古典というかね、まあそれこそあれですね、いい戯曲ですね、タイトルがいいよね、欲望という名の電車、まあ、まさしくこのタイトル通りですよ、欲望に向かって、いろいろ、突き進んでいく、悩み抜いていく、そういう人生を送る、人々の話ですもうその通り、この題材はいいんじゃないですか、有名な戯曲だから、まあ、それの本案ですな。まあしっかり頑張りなはれってやつやね、頑張ってくださいよ。まあ何にしろね、エリカちゃんはエリカちゃんで、ね、頑張ってほしいけど、また映画もあれでしょ、出ることもあるでしょ、彼はね、彼女はいや、あいつほんま男みたいにちゃうからね、まあ僕の映画もまた出てくれるやろきっとね。まあ何でもやりますわ言うとったからね、俺は大いに出すぞっつって頑張れとか言ってたんですけどね、そんな話ですね。いやこのでもね、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンっていうのはね、ちょっとね見聞しに行く、まあまあ価値は、まあまあ歴史の勉強やね、今そのガザとイスラエルじゃないけど、どうやって白人種が、石油の出るそのインディアン地区に、忍び寄っていったかっていうね、
もう非常にイスラエル・ガザの、この今の紛争とこの土台がそこにもある、あのそのにもあるみたいな、そんな話だな。それにしてもね、イスラエルは本当になんで今これ戦争やめないんだよ。ポーズじゃないんだよ、もうそんなのね、壊滅できないから、ハマスっていうその思想そのものは無理ですよ。だからそんなね、人ばっかり殺してないで、だってハマスだけ殺してないで、周りの民間人グタグタになってるわけだから、だって1万人超えてんだからね、今死者1万人以上だからね、これパレスチナ人は大変だよ。俺人質どうなってんのかちょっとよう分かりませんけども、もう速やかにね、それでパレスチナもハマスもいい加減、もう人質ももう全部もう解放してやね、とりあえずもう一時休止も一時停戦もヘチマもないんだよ、もう戦争やめるんだよ、やめてくれよ、頼むよ。